はい、カラーセルフグリップのオープンガードで、なおかつこのバイセプスをキックコントロールされている状態のパスガードやっていきますね。このガードはですね、片方、自分の片方の腕側ですね、コントロールされている状態で、二頭筋を切られているので両手が使えない、基本的に両手がうまく使えないので、こっちの手でこのグリップをカットしたりができない状態になってますね。ここではまず一番初めに袖を取られている側ですね、グリップされている側は道着、可能であればベルトをしっかりグリップしていただいて、ここで一度ベルトをグリップができたら足を曲げて座り込みますね。このベルトのグリップがなければ相手がトライアングルやストレートアームロックに入ってくるので、必ずグリップを作ってから座ってください。で、座ることができたら相手のバイセプスキックがこう少し緩みますので、少し体を開いて足の下から手を通して、パンスの内側をグリップします。あとはこのままですね、一度寝かした足を立ててクロスニー側に膝を差し入れますね。もしここでグリップが邪魔であれば胸を張っているので前に押し込んでグリップカットができます。そのまま襟に持ち替えてニースライスパスを仕掛けていきます。